えっと、今度、パクソスという分散合意アルゴリズムというやつのセミナーをやろうと思っています。えっと、パクソスを聞いたことがある人もいれば聞いたことがないっていう人もいると思いますが、えっと、なんで今時こういう話をするのかって話を少ししてみようというふうに思います。で、それは実は、あの、今、 日本でも、まあ世界でもそうなんですけれども、あの大規模なシステム障害がたくさん起きてるって話と関係しています。で、まあこれは、あの、みずほの例なんですけれども、えっ、ー、と、真ん中に取引メインって比較があるのがわかります。これは、あの、要するにみずほのシステム全体の心臓部といってもいいデータベース。 と言っていいのかなで、そこに障害が起きる。で、二重エラーって書いてありますけれども、で、みぞの場合には、えっ、ー、と、データベースで書き込みができなくなる。で、トランザクションできなくなっちゃうんですね。二重というのは、実は、普通は、あの、エラーが起きたら、あの、ロールバックって言って巻き戻して、 で、前の状態は戻るってことをやるんです。それもできなくなっちゃう。身動きできなくなっちゃったんですね。ある意味典型的なそのトランザクションの失敗例ですね。でこれはもっとあの、あの、自治体のイエス、ィップエースってやつを選んですね。これはもっと単純で、あの、ディスクが二重化されてたんですけれども、 で、ファームウェアの故障だって言われてますけれども、バグだって言われてますけれども、ディスクの書き込みができなくなって、しかもフェルオーバーっていうか、他の質素の切り替えができない。これも,でも考えるようによっては、ある種典型的なエラーパターンですね。で、僕はこういう、まあ、あのみ、みずほの場合にしろ、ジップベースの場合にしろ、あの、結果終わって してしまえば極めて典型的なトランザクションの失敗あるいは典型的なフェールオーバーの失敗というふうに見ることができるだろうというふうに思っています。で実は20世紀初頭に IT 技術のとても大きな変化をします。でまあ一つはクラウドっていうかあの膨大なパワーを集中して ネットワークを通じてサービスを提供する。まあ、それクラウドですね。で、その、そういう集中に対応して、実はスマートフォンがグローバルに拡散する、その集中と拡散が同時に進むんですよね。これは非常に大きな変化ですね。ただし、この変化は、あの、わずか10年ぐらいの間、20世紀の初めから、 で、ーファーの派遣が確立するわずか10年ぐらいの間に急速に進行します。で、僕ら IT エンジニアのライフサイクルっては実は10年じゃ済まないわけですね。人生、まあ100年は無理だとしても、あの、二十歳で働いても大体いい40年は働くわけです。そのわずか10年ぐらいで非常に巨大な変化が起きて で僕はそのことをあ,のあまりあの皆さん深刻に考えていなかったんじゃないかという感想を持っています。で思った以上に複雑なあの時代に入っているのにあのそのことに十分気が付いていないまま事態が進行しているという印象を持っています。 で単純に言うと、このクラウドとそのスマートフォンの時代、そのクラウドへの集中とスマートフォンへの拡散の時代というのは基本的にはあのネットワークの時代なんですね。で、大規模システムというのは大規模分散システムですし、あのプログラミングというのはサーバーサイドだろうがあの、クライアントサイドでアプリを作るにしろ、それはいずれも ネットワークのスキルが必要だということです。ただし、ネットワークプログラミングってのは、いろんな落とし穴があるんですよ。それはネットワーク以前のプログラミングスキルではなかった、いろんな問題があるんです。で、それにやっぱり我々は直面してるんだというふうな、あの、問題意識が多分必要なんだというふうに思います。で、でも逆に、クラブニュースいうのは、 もちろんあのネットワーク技術なんですけれども、で、ネットワークの規模を拡大して、システム全体として障害を起こさないようにする。で、スケーラビリティとアベイラビリティ。で、こういう認識っていうのは、実はクラウド術ニューの一つの,あの大きな特徴なんですね。で、もう一つ、ハードウェアにしろ、システムにしろ、障害は起きるものだという、あの、認識が、 あの、クラウドの時代には、あの、必要なんですが、そういうことに、あの、そういう難しさを乗り越える技術として、クラウド、という、クラウドの技術というものを整理します。で、それは非常に大きな成功を収めます。で、そういう意味では、ID さんを持のべきスキルっていうのは、この間、急速に進んだ変化に対応して、 で、まあその、ネットワーク上でシステムを構築するスキルを持つべきだと僕は思うんですけれども、それが実は、クラウド以前にあの技術を習得した技術者にとっても、で、それから実は、あのクラウド以降にあの、この世界に入ってきた人たちにも、十分その変化の持つ意味が伝わっていない、あるいはそういう変化の中で、 IT 技術者が持つべきスキルということが伝わっていないんじゃないかという印象を僕は持ってます。で、まあ単にあの古い世代の問題だけじゃなくて若い世代にも例えばあの Google がこの21世紀の初期にどういうあの技術的な達成をしたのかってことを改めて振り返る余裕が多分必要なんだというの、これはビッグテーブル。 なんですけども。まあだからあの実はあの非常に周りこど言い方なりますけれどもそのまあグルの、Google のファイルシステムは、あのファイルシステムの書きのフェルオーバーにしろ、あのビッグテーブルってまあデータベースの一つの新しいあの形だと思いますけれども、そこの中心部分には実はあのチャビと呼ばれる、まあ最初は分散ロックサービス。 まあこれ実はパクソそのものですね。でそういうものがあのシステム全体をスケールさせながら可用性を高める技術の信条部分だと僕は思うんですけどもそこにあの分散合意の,あの考え方があるそのことをきちんとあの考えていかなきゃいけない、まあ、それはある意味これからのあの 時代のある意味基本だと思うんですね。で、分散合意って実は決して完成した技術ではなくていまだにあのいろんな家庭まあブロックチェーンなんかもそうなんですけれどもその分散合意をどう獲得するのかというのはあの現代のあるいは未来の課題でもあるというふうに僕は思ってます。 でまあなんか風が吹けば屋ケが儲かるみたいにパクトス分かれば何かわ分かるっていうわけでは全然ないんですけれどもただその基本は基本として学ばないとあの新しい規模のシステムあ,あるいは新しいあのプログラムのスキルにあの多分その要請に追いつかないやはり基本に変えることは大事ですねまあそういう意味ではあのパクトス 結構難しいんですけども。で、そこをきちんともう一度学ぶ必要が多分あるんじゃないかというふうに僕は思ってます。で今回のセミナービスでは、まあ、第一部では、あの、まあ、ともかくネットワークっていうの実は思ったよりも難しいんだ。まあ、クラブ以前の人はあまりいだからあの、ネットワークに落としがあるってことを気がつかないし。 でそれはでも、クラウド以降の人たちも同じですね。あの、その難しい、普通に、あまりに普通に使ってるんで、で、そこにどういう問題なのか、むしろ気がついていない人も多いと思います。だから、最初に、あの、ネットワークプログラミングの難しさっていう話をしようと思います。で、第2部が、その本論のパクソフスなんですが、パクソフスっていうのは、まあ、いろんな見方はあるんですけれども、 あのまああの中核の部分の,あのハードウェアが壊れたらそれをあの切り替えていくしかもそれは自動的にやるってことがポイントなんですねでそういう見方から説明してみようかなというふうに思ってますでまあ最後はただそういうのをやっていくとやっぱりその分散アルゴリズムっていうのはあの直感的に あ,のあるいはいろいろ抜け漏れのないように考えるとなかなか難しいですねだからそれを決してに比較するのある種の,あのどうしても必要な選択肢になるだろうと僕は考えていますでセミナーの最後にはまあ少なくファクトスについてはあのそれを作ったジム・グレーやランポートたちがあのその経史ヒュースをしておりますのでその紹介を含めて 分散合意については、決して的な記述をしないと、やはりあの問題に立ち打ちできないんだっていうことをお話しできればいいなというふうに思っています。